こんにちは、ブルーコースです。ということで、大変長らくお待たせいたしました。マッリオパーティー、ホイストリーモードなんですが、前回は、ヒエヒエレイクで、まあ、見事な惨敗をしたわけなんですけれども、あの後ですね、4回プレイをしまして、なんとか1位にたどり着くことができましたので、マネーということで、なんか急に決闘が始まってるんだけど、これどういうこと？こう、小太りのおじさんとか、まあ、マリオに対して変わらないかもしれないけど。まあだから、チャリ系とデップリ系っていう感じなのかな。もう息切れてるけど大丈夫、こんなにミニゲームできる。一番の悪事を持ったこの悪様を差し置いて、チェーンのスターサンプは終わったぞ。知らんがな。待って、お前さ、パーティーゲームでやってないのに、ピーチのデュエルボットで決着ってゲートくんばっかで勝負さ。こいつさ、自分パーティーに超、なんかやってないのにさ、ずるくない急に。まあいけるか。よし、勝負してるじゃん。さあ、準備でゲートバックマットへ向かうのじゃ。いや、大丈夫です。はい。まあ、これ1対1で、ちょっと、なんだっけ、相方を連れて、相手のハートをゴリゴリに削っていくっていうゲームですね。クリアした200さん、ゲームスタースペックグリッケール1000点です。え、こいつ何戦するんだ。ショートカットがあるまま。ちょっと挑戦者発表しますね。マルジーならば、俺が一番悪いよ。次は連絡のターンを設定はストーリープレイ200ターンの勝負です。ワンセットは私です。接続のプレイの勝負です。ノー！はい、大丈夫です。はい。オッケー！ディップリおじさんと2人で20ターンもやるの？拷問じゃん。さあ、まあ、やっていくしかないんですね。オッケー、じゃあ待っているぞ。ここはゲート君マップじゃ、最初にプレイする順番って言ったぞ。わしがぐるぐる回って最後はどちらを向くか。表ならメリー、裏ならワリオ。どっちも同じ、どっちでもいいですよ。あ、これで勝者は怒るか。ヤッホー、アッコーナー、メリオもアンダコーナー、でっぷり取ったおじさん、楽しい。まあね、これでペルツ10ターンを持つからいいんだけどさ、多分ね。まあ、ただ戦いになった時に勝負ができないっていう結論があるから、ワン、ツー、ターン。ね、ちょっと、マップを見ましょう。マップを全然把握してないんだな。ああ、なるほどね。中に行くと、ほうほう。で、あいつをボコボコにしたちょっと待って、全然距離が払わなくて、裏にまたね、後ろ行きます。めっちゃ後ろ行くわ。これ追いつかれたら終わるわ。逆転するんじゃないの。そっち向きかよ、戦うの。アタック、後ろ向きでアタック。あっ、これでボー。 OK！ さあ、丸裸にしてやったぞ、ウェリオ。ちょっと待って、一旦出たらやばくないか。一旦出たらゴリゴリ後ろに行くやん。もっとお前進め、もっと。マジか。いやー、そして攻撃するキャラがいない、残念でした。あ、よっしゃ、来た。いや、やばい、すごいな、これ。おっしゃ、行けのこのこ、ボコボコにしろ。ぐるぐるデイ、よっしゃよっしゃ。2ターン目から幸先がいいじゃないですか。いいね。しかもあのワリオの方がどんどん侵食していくというね。そして逃げられない。でこれで4以上出すのってのかな。うん、よし、あ、こういう時にかけて大きい。じゃあね、バイバイ。もうサクサク行きましょう。ハローナイ。で、まあ、ショートカットできるけど、今払ったら仕方ないですね。了承させましょう。で、これで、ワイルドコイン減っていかないかな。これ、あれでもね、普通に真ん中に行くと、行かないから。さすがに行かない。これなんだっけ？ 12 メルゲーム。さあ、なんだ？ビリキューコース。あ、これ、これか。これ結構苦手かもしれない。ダンダチャラダダ。これ、どっちだなぁ、こういうの、コンピュータね。曲がりくれた土管の中を、ボーラーに乗ってレースしましょうか。サクッてるんで。練習しなきゃ。で、こ
計回りか反時計回りか、これね上とかに向くとねどっちだったっけってなっちゃうんだよね。おいとういスタート。 OK OK あ、違う違う、これ何をがどんどん先に行く。ほいさあ、ほい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 、フィニッシュ。もうボロボロじゃん。もう全体で勝てる気がしない。あのね、小学生の頃はね、かかった記憶がないけど、おっさんになるとさ、もう右左でね、ほら全く動かせなくて、いつだね、本当に。まあいいや、リードしてるし、俺の勝ちだ。でもな、こいつらを養っていくためのスキルもな、大変だったからな。あやた10分。前に行きますよ。いいね、でもこいつ、こんな人になったよな、モビルも低いくせに。ではまた会おう。ダンダンダン。出た。1111。惜しいね。出た、払わないです。おー、このサカサ、サカサがもう本当に一つ役に立ってんな。さあ、勝負だわ。が。20個いったら、つらい。さあ、思いっきり追い抜いてくれ。思いっきり抜きすぎだな。思いっきり抜きすぎやな。あ、違う。ああ、お前のマスター、しかもここで6ポイントを失うら痛すぎる。そして1。ああ、次のターンにあれですね、全てを失いますね。まあ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 、そっちで切りがある。ちょっとあのね、1が2になったところで何の意味もないからな、これな。さあ、どうなったな。あ、でもそっか、次の時に、はい、キノピオかクッパかを当てて、キノピオを当てればいいですね。うん、これ、2,2,4,8 でしょ、最大。こんなドキドキしないギャンブルゲームってある？スタート！うん！見ちゃう、はい。フィニッシュ！右が好きなんです。すごいね、正解。ダブルアップするしましょう。ここでしなかったら男じゃねえになりました。ジャンジャンジャンジャジャン。こういう時はね、なんかね、多分ね、2回連続でこっちになるって気がするんですよね。フィニッシュ。逆だ。はい、こうやってやっぱ人生って全財産を失っていく運命にあるんですよね。1×0 は0。Oh, I lost! キュアリオがどうなるかだな。急に、おめえあれだな、でけえ数字出すな。 OK、 開けるよ。俺が攻撃できないと踏んだから、そいつ急にあれだな、大盤振る舞いやりやがった、この野郎。え、そんなバックの仕方ある？ありがとう。やばい。もう、あれ、これ2ありません。あ、これさ、このままいったらやばくない？あー、もろ攻撃受けますね。どうしようかな。しかもこいつ、金持ってるし。さあ、誰だ？しかもパックスだよ。やばいやばい、エグエグ。ゼロコインで、しかも攻撃を3食らうでしょ？まあ、幸先いいわーと思ってたら、やっぱりあれだな。後ろ向かいないもん。2回攻撃されたら終わるかな、これな。で、しかも3マスでしょ。これ、よし、よし、上行け、上行け、よし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 、1コインを失え。よし、俺と一緒だ。あ、でもこいつまたもう1ターン払えるな。よし、よし、1、2、1、2、1、チャキーン。
どこ行ってくるかしプレスコ、あ、しかもあれ自分の手に持ってゴマスもあれなんて下に腰越えて次の単位はもう全てを失う、全財産を失った上にさらに俺のマスを踏めよし、しかも見たら安上がりだな、貴様見てきた、まあ、テンポよく行きましょう、テンポよくね、給料、給料という概念が面白いな、あー、自分のマスに止まりやがった、次15分になるんですしてください、入ってますよ、このままだとまた後ろをやられる、えいっ、うわー、いたねその役にも立たないから、じゃあ後ろでいいよですよね、落ちてた、まだ笑わないよ、笑っちゃったよ、こっちこっち、まあいいや、そうすると何ができるんだ、私を持っております。あ、ないな。ストロングゼロ。あ、よかったよかった。ストロングゼロならなくて。よし。すべては私が支配した。さあ、真ん中に入ってみて。No! よっ。あ、でもそっか、こいつ後ろにもつけれるから、次へなんか超強くなんだ。そうそう。よく戻ってきたんじゃん。こいつ金量どんどんあれだな。あれ、ってきてるな。こっちも遅くなるぞ。でもこいつのなんかワリオのなんかすごい。そっか、給料そのままの単独に行けるけど2倍あやっぱ落とされんじゃん、カーナ1回マシコうまいな、抜きたくないな、抜いちゃったんだな、思いっきりグリップリ抜いてんだな、よし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 、よしこれで前につけて、あで、キノピオ、キノピオ、キノピオ来い、何か、テレサの次やったかな、そう、さ、テレサ、あ、一気にラトムか、どこどこかあんのに、おめえだったら後ろなんだな、しかもあのなんかもっとなんか振りかぶって A とかなのに安上がり、安上がりコンビ、何もないんかい、こうなんか全部を入れ替えるみたいな、なんかスペシャルメドレーとかないですかね、こういう時に限ってでかい数字出しやがって、このやろう、しかもちょうどマスに止まりやがれ、給料払えなくなりやがれ、でこれだから上がった分よりうえやばいやばいやばい、あ俺食らうのかよ、余った分食らうんけ、まあそういう効果があるのか、安上がりコンビやるな、あこれ終わった終わったわ、ちょっと待ってね、じゃあマップを見る、123、はてな、123からで、スタートに戻るか、スタートに戻ろう、戻れない、体力回復体力回復体力回復、ほら俺の方がリードしたぜ、まだまだこれで、ははは、じゃあ振り出しに戻っただろう、でもやったらくんだからな、また多いね、さあ俺がどんどん行っちゃうよ、うん、あすごいコイン稼げる、なんでありがたい、3だ、お3、俺の沼にハマるな、違うミニゲームか、やってやろうじゃないか、勝負残念っすなったわ、本当にマジでターザンですよ。よし。これはやり方を覚えてる。あそこ。あ、誰かもしんない。初っ端の終わったもん。
易度レベルが高いやつでもなんか意外とトロトロやってるから俺こんなに下手くそなのに勝っちゃった。やった。誰から勝ったご褒美にワリオのまず帽子をハグとかそういうもちろんない。なんか初めてコンギ上回った。あでももともと上回ってた。でもこいつ安上がりなんだよなこいつらな。よしそろそろでっかいコンギを出そう。パッと。あ、しっかり相手のマスかよ。めっちゃ取られんな。ブリブリに取られたな。あ、2、2、2、あ、ちょ、3、でかい。しかも、ブリブリに殺される。このままいくのかな。あー、消しよう。あー、さらにこういうの高いやつ選ぶ。でかー、まあ、本当に、本当にすごいやつだな、運命は。また逆転か。ほんと瀬戸際を走ってる。瀬戸際を走ってるよね。なんか表確かに。なんかすごい気持ちいいところだな。一回100出してる。よっしゃいけー。また後ろのやつからそいでやれい。ゴリゴリやった。消えろ。で、ワン、ツー、スペースでね。ドットリテー6でしょ。ワン、ツー、サン、シー、ウー、ロック。で、リバースしたね、今。ちょっと待ってね。ワン、ツー、サン、シー、ウー、ロック。あ、どこもないのか。じゃあ、コインも余裕あるし、払って、リバースって多分あれだよね。だけど、こっちには戻ってこないよ。こっち戻ってくるって終わりなんだから。レッサーだよ、そうね。うわぁ、ギリギリ戻ってこれなかったのか。超でっけえ数字数で終わるんだけど、7。ない。ないよ。しかも、ちょうどこれは、いいね。あ、よくないね。はぁ、そんなことある？そう、負け。こう負ける瞬間をお見せするというなんとも恐ろしい結果になりましたね。いやーこれ収録中に勝つところを見せることはできないんだろうか。あーすごい。よいしょ。初めのターンで逆周三周が逆で一周回ってか。でその後になんかもういろいろと瀬戸際を走ってたけどやっぱ無理だわ勝てねえ。でも、まだ逆転の余地はある。実はあのワリオの方が重かったりするっていうね、あの乗る場所がないですよっていうのも。あー、ないでしょ。ゲームオーバーです。オーケー。ワリオに乗る。つらすぎるな。つらいな。了解です。はい、ということでね、今回も負け、になりましたので、はい、今回は、ここまで、はい、ちょっとね、また次回、こいつのところから始められるのを頑張りたいと思います。ぜひ、チャンネル登録とか、グッドボタンを押して、応援をよろしくお願いいたします。では、また次回、頑張っていきましょう。さあ、詳しい成績で見とくか。ゲーム36の12の2の、はい、7だとこれでスター1個くれるじゃん。普通に逆転スターみたいなさ。チャレンジするよ。するけど今日はしないです。はい、また次回パートでやります。またね、バイバイ。